VR チャット飛行機ワールドでの飛行機の飛ばし方着陸編。とにかく大事なのは距離と高度に余裕を持って滑走路に進入することです。滑走路に滑走路番号という数字が書いてあるんですけれども、これは滑走路の方位角を表しているので目安にしてください。今回の滑走路は18番滑走路ですので、方位形が180になると滑走路と同じ向きになります。見えてきましたね。で、滑走路と向き合わせたら速度を落としてください。スロットルを緩めてブレーキをかけて、まあだいたい SF1 でしたら200ノットぐらいまで落とします。速度を落としたら右手のメニューからギアとフラップを出してください。次にですね、進入する時の角度なんですけども、だいたいいろいろあるんですが、マイナス3度くらいがいいと思います。滑走路にエイミングポイントっていう太い線があるんですけども、そこに、ハットの姿勢表示バーのマイナス3度あたりが来るように高度を下げます。あとはハットにベロシティベクターっていうのが出てるんですけども、これがですね、飛行機が飛ぶ方向を表してるんですけども、基本的にベロシティベクターをエイミングポイントに合わせるようにします。で、今滑走路に対して右に飛んでるので、ベロシティベクターをですね、滑走路の左側に合わせるようにします。で、あとはちょっと高度がまだ高いので、ベロシティベクターをちょっと下めに合わせるようにしてます。速度にも気をつけてください。まだ右ですね。で、そろそろだいたい滑走路がまっすぐになってきたので、ベロシティベクターを、滑走路のエイミングポイントに合わせていきます。で、エイミングポイントの左にですね、パピーっていう4個並んでるライトがあるんですけど、あれが右の2個が赤いと角度が適正です。あとは機体を水平に保つようにしてください。で、エイミングポイントを狙いながら、ちょっと左に寄ってますね。こんな感じで合わせて、そのまま合わせ続けると着陸できまーす。着陸したらスロットルを切ってブレーキをかけて速度を落としてください。50ノットぐらいまで落としたら、あとはそのままタキシングして速やかに滑走路から出てください。あとは、管制塔の指示に従ってヘプロンに戻ってください。というわけで、 VR チャット飛行機ワールドでの簡単な飛行機の飛ばし方ということで、着陸の仕方を説明してきましたけど、ハットは民間機にはほぼついていないので、ハットのない機種ではここで説明したことがあんまり役に立ちません。計器を使った着陸を学びたい方はどうぞ VR チャットフライトアカデミーまでお越しくださいませ。またね。バイバーイ。